どうしよう。全然決まんない。どうしたの？あくんどうしたの？夏休みの自由研究。なんかないかな。あきくん、君はなんて運のいいやつなんだ。これを見なさい。じゃん。おお。何それ？夏休みの自由研究にぴったりなものを見つけました。え、水水下水道研究所って何？でもすごいじゃん、すごいじゃん。水水下水道？まあまだみんなは知らない研究所かもしれないが、この研究所は俺たちが日々生活していく上でとてもお世話になっている研究所ってことだ。おお。みんな、毎日使っている水道の水は汚れたらどこに行くと思う？海とか？川だと思う。まあそうだね。でもさ、汚れた水、トイレの水も、そのまま海や川に流れたら、うわっ、変なことになっちゃう。でしょ？でもね、いろんな工夫をして綺麗なお水に戻してんだけど、そういうのをたくさん教えてくれるのがこの水水下水道研究所なんです。おお、すごい研究所なんだね。夏休みの自由研究にできるのかな。台風や大雨の時、町に水が溢れないようにたくさんの工夫がされていることを知らないだろ。全然知らないからもっと知りたい。俺もその攻略ブックを開いてごらん。はい。1、水をきれいにする環境対策。2、町を水害から守る浸水対策。3、エネルギーに活用できることの下水道には3つの大きな役割があるんだって。すごい、この攻略ブックで下水道のことがいっぱい学べるんだね。今言った下水処理場から生み出されるエネルギーや資源があるんだけど、どんなようなものがあるか知ってますか？公園にさ、噴水あるじゃん。あるね、あるね。あの噴水とかは割と利用されたりする。あと花壇とかね。おお、うん、それらいっぱい有効活用することで地球温暖化防止など地球環境のために役立っていますよってことなんですよ。なんかここに問題があるよ。ほんと、タコの中には何が入るのかな。でも答えはエネルギーじゃない？確かに。実は8月2日から5日まで東京ビッグサイトで水水下水道研究所がオープンするんです。みんな、俺たちもビッグサイトにこの攻略ブックの答え合わせをしに行こうじゃないか。行こう。普段なかなか見られない下水道がどんな役割を果たしているかが学べるし、クイズラリーも実施していて、会場に来て参加すると景品がもらえるチャンスがあるんだ。あくん、夏休みの自由研究はもう決まったね。決まったよ。そのイベントではこの攻略ブックが配布されるから、みんなも水の大切さを一緒に学ぼう。学ぼう、学ぼう。いいな、これでいろんなこと学んだらさ、学校で人気者になっちゃうんじゃない？たくさん知れたら先生に教えてあげたいな。そりゃ先生も喜ぶだろうね。うん、今年の自由研究はこれで決まりだね。概要欄に特設サイトの URL を記載しておきますので、皆さんも見てみてください。イベント期間中は東京ビッグサイトで待ってる。